違う。この私を差し置いてスウォンと遊ぶなんて。吐くから離れなさい。あら、どなた？そう思えばどこへだって行けるよ。ユンから離れなさい。近づいた者は撃つ。噂話はよしなさい。本当に逃げ切れたかどうかなんて、それは知ってるわ。見ればわかるし、男の子だっていうのは最初からわかってたの。何してるのかなって思ってはいたんだけど。青龍、なぜあの白い龍は。青龍の力を欲する者は敵。青、俺の名前深夜だって。初めての俺の名前。俺はこれからどうすりゃいい。刀だよ刀。今すぐ刀よこせ。鬼殺隊の刀、色変わりの刀。全然わかんねえ。また会えるなんて運命だね。ちょっと付き合ってくれないかな。違うんだよ違うんだよ。やれやれ、綺麗な顔が台無しだね、キジャ君は。どいつもこいつもよそ様の家にずかずか入り込み、小生はマレチを得て中に気づきに戻るのだ。小生の決起術はすごいか。ゼノ、力はあんまないけど体は丈夫。いやいや、その兄ちゃんおかしいから。大きくなったら傷は薄まるから、また会えたらその時は一緒に遊ぼうな。緑の竜を地につなぎ止めるなんて誰にもできはしないのに。落ち込んでんのか、すごく丸くなっててめちゃくちゃ面白いんだよな。いらっしゃい、落ち着け。全く同時に切る必要はないんだ。雷の呼吸、一気の方。なんなの、誰にやられたのこれ。父上に怒られたのだ。勝手に行動するなと。兵を集めろ。夜な姫を捕らえるぞ。なぜ私が話しかけてる最中に自然を満喫するのだ。よし、下は奈落だ。私に罰を。サギリ山の麓に住んでいる鱗滝左近次という老人を訪ねろ。富岡義勇に言われてきたと言え。全集中、水の呼吸、11の型凪。そんな、愛人とか恋人とかは。やつら何してくれちゃってんだ。お前が先に特攻したんじゃねえか。背中預けるやつがいないと眠れねえんで。やだよ、めんどくさい。っていうか、リナさん置いてくつもり？こんなことは初めてだぞ。加減の子はまだ来てない。移動した。また決起術。そんなことを俺たちに言われても。お許しくださいませ、鬼仏寺様。どうか。どうしよう、すっごくすっごくすっごく可愛い。陛下は私のお茶を気に入ってくださったの。私のお茶を海底国の商談さんが買いたいんですって。海底国を相手にするには小さすぎるの。あの、ちょっとよろしいですか。その子はどうして縛られているのでしょうか。私は胡蝶かなえと言います。あなたのお名前は。まあまあ、そんなこと言わずに。姉さんは忍の笑った顔が好きだな。夜な姫も孫白将軍も行方不明とのこと。決めつけるのは良くないな。行方がわからないのだから、白将軍にも何かあったのでは。ええ、スウォン様ならば。ご命令通り、柱の一人は始末してまいりましたので、ご安心くださいますよ。異空間、無限城、ここに呼ばれたということは、上弦が鬼狩りにやられた。ああ、壊しちゃった。まあいっか。私カヤ。よかった、生きてて。お腹空いてるんだよね、食べなよ。ゼノか、覚えやすいね。自分で自分のことを名前で呼ぶといいよ。こんな可愛い子を殺してしまうなんて、胸が痛むわ、苦しいわ。私が言いたかった。私は全て親方様の望むまま従います。